今日はお仕事でバタバタしていて、これあこれこのアングルやっぱやだな。やっぱここがいい。あダメじゃん。なんかさ、いや、なんていうか、机をね、変えたんですよ。で、もう感謝の気持ちでいっぱいの姉夫婦にですね、作っていただきまして、はいあれれ、私リップどこやったっけ。リップが消えた。またリップが消えたぞ。まあいいや。そう、あらないじゃん。で、私は何もしてないですけど、何もしてないのですが、はい何もしてないわけじゃないんだよね。一応足をくっつけたというなんかこっちの足2本とこっちがまず机って、まあこう両方に足かなんかこう何かないとダメ、立たないじゃんか。で足でこっちが左側がこう足2本あって、こっちはなんていうのかな、こういう引き出しタイプのやつなのよ。でそのお姉ちゃんたちにその引き出しを作ってもらって、で私はもう 足のこうネジを回しただけなのにネジを回し、そしてなんかこの机とこの引き出しがくっつく取れないようなシールみたいなのを貼ってかぶせただけなのに、なんかあたかも全部自分でやったかのようにさっきできたーって普通に言っちゃって、ママに、いやあんた自分で足はめただけじゃんって苦笑いされました。めっちゃおもろかったあたかも全部自分でやったかのようにできたーって言ってね。ねえ、ほんとダメな娘だよねいや、まじ、いいとこ取りしかしてないわ、なにこれ、なにタワーどれタワー、タワーどれかわかんない、誰どれかわかんない、100日目タワー？わ、嬉しい。100日目。わ、ありがとうございます。いやー、100日目ですよ。ホワイトボードを出したいのですが、取れない。いやちょっと待ってね、頑張って撮るわ。いやーまさかこう続けられるなんて。なんか前はもうちょい行ってたんだよね、そのまあショールームをちょっとお休みしてた期間、グループがね、期間はもうちょい行ってたのよ。なんなら200近かった気がするけど、そう
なんですけど、よいしょ、みんなのおかげでまた100日を。待って、これみんなの顔見ないとダメだな。みんなの顔見ないといけないのに、なんか普通にリモコン取りに行っちゃった。あとホワイトボード、いや、取れないな。あ、そう、なんか引き出しが、机を引っ張りました。はい、ので本当にみんなのおかげです。本当に続けられたのも、うんと、みんなが見に来てくれて、たくさんコメントもくれたりとかして、盛り上げてくれたから、私も毎日続けようって思ったし、続けることが楽しかったし、うん、そのショールームで出会ったファンの方もたくさんいるので、だからやっぱ嬉しいね。合計283回目。あ、そうなんだ、思います。本当にありがとう。めっちゃくれるじゃん。100日100日おめ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 ありがとね。ちゃんとね、誰がコメントしてくれてるかとかも、あ、今日この人いるなとか、そういうのも見えてるし、なんかめっちゃくれるじゃんか、この100日おめってやつも。誰が投げてくれてるかとかもちゃんと見えてる。うん、久しぶり、うん、ありがとうみんな。そう、だからこれからも頑張っていきたいと思いますので、はい、今はね、なかなか配信、その難しく、なんていうのかな、配信する、うん、なんていうのかな、ショールームばかり、なんて言えばいいかな、なんて言えばいいかな、なんか今日顔がすごい疲れてるなあ、自分。なんかね、最近はやっぱそのご公演、みんなと触れ合える場面もあんまりなければ、うん、まあ公演握手会とかね、なんだけど、まあでもショールームでみんなとコミュニケーション、ショールームとかオープンネックとかモバメとかツイッターとかインスタとか、あとフォトログか、こんな感じでたくさんみんなとコミュニケーション取って、こう距離が遠くならないように、うん、言いたいなって思うので、はい、これからもショールーム見に来れる時で全然いいんだけど、見てくれると嬉しいし、うん、応援してくれると嬉しいなって思います。はい、今日何日だっけ、7月17。みんながさ、今まで私が配信してきた中で楽しかったショールームは何？おめでとう、ありがとう、はい、ありがとう。暗い？1、0、0、100。
イントロ？イントロドン好きすぎじゃね？ふんふんふん。なんか自分の顔がブスすぎて全然なんかしゅなんかブス自分の顔ブッサ。え？豚汁めちゃめちゃ話してんじゃん。なんかみんなに私が豚汁飲んでて、でなんか見せてみたいなコメントがあったんだかな。でこうやってやろうとしたらこうやって豚汁でーすって見せようとしたらバチャバチャバチャって全部豚汁の中が出ちゃって、お姉ちゃん当時さ、なんでか分かんないけどお姉ちゃんの部屋で配信をしてて、お姉ちゃんの使っていたなんかネイル乾かす機械をあのぶっ壊しました、豚汁かけて、うん、そうめっちゃ臭かった。リエちゃん来た時、北原さんがお家来たよね。先生すごいことだわ。今思うとすごいことだね。うん、あぶこな自宅配信なんだそれ、いつした？いつしたっけ。お、あ、タワーありがとう。最近しか知らない、最近でも教えてよ。なんならその100日目だから、今のはさ、今出てきた話はめっちゃ昔の話、私がほんと研究生時代、もうほんと誰が見てたんですかねくらいの話だからなんかぜひ最近の話も聞きたい。なんかみんながあれば、なおさんとの電話ね。なおさんと電話するなんてさ、その研究生の頃から考えたらそんなもんさ、ねえ、そんなことがあるんですねってうん思うよね。でも嬉しい、なんかなんだろう、うちのガチ恋ちゃんたちはさ、ちょっとなんかいじけるじゃんかうん、いじけるじゃんかだからでもなんかでも楽しいよって言ってくれる人、好きだよって言ってくれる人も多いから、うんそうだからなんだろうな、うん、まあまあまあ、いろんなとこでね、いろんなとこにこうしたらいいなと思ってるので、そう企画力すごい、そうかな。いじけるの向こう側行きは、なんかそう、なんかみんななんかおもろいよね。みんなそうする、なんか今日アイニャにも言われたわ。なんかアイニャにも言われた。なんかタロちゃんはなんか笑顔が違うもんって言われた。タロちゃんのなんか話してる時はなんかもうずっとニヤニヤしてる、もうなんか違うもんって言われたうん、そうなって言ってた。やっぱダメだ、100日目のちょっとさ、粉持ってきて、あ、フェイスパウダー、いやもうなんか100日目じゃん。
か、あ、ここにあった。下行く必要なかった。なんかさ、顔がテカれすぎて、なんか無理だった。耐えれなかった。いけた。ここにあったし、ずっとここら辺がテカテカしてるのがもう気になって、もう、うん、あぶこな違う、くしゃみ出る、出ないわ。はい、そう、だからなんかよく言われた、なんて方だろうって。ありがとう。いつもありがとう。これからもよろしくね。取れたか。ビスのイベントね。そうだよね。あとは何があったかな。何が楽しかった？こんばんは。毎日が楽しい。絶対に沸かしてないやつね。ビスのイベントの時か。うん。寝起きの感じね。そうなんだよね。わ、タワード、ありがとう。ハネさん、行きます。やばい。またなくなった。あとは。嬉しい、盛り上がってる。そうなんだよ。あと何だったかな、最近だと。でもなんか昔ほど料理っぽい、このビスのイベントとかはしたけど、あのあれだよね、あのあんまりこの部屋から出てないっていうか、料理とかさ、そういうの最近やってないからさ、そういうのした方がいいよね、今後。うん。え、またと、ありがとう。このペンもそろっとないな、インクが。ビスの時にめちゃめちゃ使ったもんな、これ。これさ、これファンの方からもらったね。これどこで買ったんだろう。めっちゃ書きやすいんだけど、どこで買ったのこれ。教えて、誰か。教えて誰か、新潟で売ってる場所。これどこに売ってんだろうな。見たことないんだよね、このペン。おもろい。
これ100均なの。100均やば。めっちゃ書きやすいんだよね。なんかあの潰れないし、100均なんだこれ。え、マジで100均？え、どこ？ダイソー？なんじゃ村？セリア？キャンドゥ？あ、何やったっけ100均って。そう、んだこの、今くれた、今くれた、これとそろそろ「あゆ太郎推し太郎もどうですか？」と書いてみました。ずっとあのちょっとアットマークがいつも「そんな方でも見に来てくれて嬉しいな」ってイライナスの先輩なんですけども、見に来てくれて嬉しいなと思いつつも、あのまあこんな私だけどもどうですかっていう。お誘いはい、ありがとうございます。ピースうん、まあまあね、あの全然あの一押しにしてたってことはもうみんなに共通で思ってないですよ。うん、そうそんなでもみんなもさ、なんかまあ3推し5推しでなんか誰かが本当は推してるんだけど見てますみたいな人もいると思うんだけど、全然そんな今すぐ推してなんて言ってるわけじゃなくてですよ、そんなもんは全然ただそろそろ一つのマシアにこう食い込んでいってもいいんじゃないかなっていうのは考えてますね。はい、はい、なので、よろしくお願いします。みんなありがとう。ハナさんもありがとうございます。あ、ヘイさんありがとう。クマタワーポッ、ヒトキュンさん来てる。え、嘘、どこどこ。わ、マッタタワーありがとう。クマタワーありがとう。またね、早くない？ちょっと待って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 、書かせてよ。またねしないで。いやマジで盛り上がってる。1年ぶり？なんで1年ぶりなの？なんで1年ぶり？あゆ太郎もキトキュンファミリーですね。そうですけどそうですそうです、うん、そのポーズハート。これでもなんかランキングおもろいな。これハートで？あれ？くれた人何位にいる？ふんふんさん。斬新？あ、ほんと？あ、いた。ふんふんさんはじゃあ。アバターを描きます。
フォーエバーフォーエバー押したろう。よし、できた。はい、あれ、あ、できた。はい、姉さんありがとうございます。フォーエバー押したろう。はい、ありがとう。あ、イエーイ。ありがとう。素敵な演出まで、ありがとうございます。照明ってやっぱアイドルにとってすごい大事なものですから、ありがたいです。ありがとう。あとは、え、めっちゃ来てるんだけど、タワー。ありがとう。次、はっはっはさんと、はいはいはい、え、めっちゃ来てる。酔ってる。酔ってないんですけど。酔ってないよ。わかる。画面がすごい、めっちゃお花咲いてる。なんかさ、昔の100日目はね、こんなんじゃなかったのよ。なんか過去のことをどうか思ってとかじゃなくて、100、なんか昔の100日目はこんなんじゃなかった。最初100日目を超えた時はなんかもっと人いなかったと思う。だから、なんその過去のがどうとかじゃないんだけど、うわー、吸い込まれる。だから、あだから、だからね、こんだけたくさん盛り上がってて私は嬉しい、嬉しい、マジで。うん、し、なんかさ、どっちも嬉しい点があってさ、ずっと見てくれてる人もさいるのよ。で、ずっと見てくれてる人、私あんまり離れて、もちろんなんかどっか行っちゃった人もいるんだけど、なんかすっげー最近どっか行くな、すっごい最近散歩行くな、なんかお散歩だからみたいな、なんか、え、なんかなんとかちゃんのこと気になり始めてるじゃんみたいな、そういう人がなんか気づいたらもう違うとこ行っててみたいな。悲しかった時はなかったわけじゃない、てか、なんか何人かいっぱいいたけど、でもなんかずっと昔から応援してくれてる人が推し変をせずにいてくれてることってさ、すっごい大きいことだと思うのね。だってねえ、こんな立派なことないじゃんか。だってこんなさ、こんなめんどくさいさ、ねえ、かまってちゃんのさ、こうね、ずっと見てられるのすごいよ。ちょっとやばいよ。うん、ちょっとやばいよ、本当はね。そうだけど、ちゃんと見ててくれてるのも嬉しいし、あとはこう、最近とかなんだけど、少しずつ最近好きになってくれた人、なんかみんなの最近がどこかわからないけど、なんかね、なんかこう、どこであれ好きでいてくれる、なんていうのかな、ずっとさ、みんながさ盛り上げてくれてるから、なんだなんだって言って見に来てくれてる人もいたと思うし、それこそさ、ビスのさ、こうイベントだってさ、こう盛り上がってなかったらさ、ビスで出会ったファンの方もいるし、まあビスだけじゃなくて、まあショールームの、ショールーム選抜とかもそうだけど、ちょっと昔になっちゃうけどね。だからみんながこう5年間やってきて、5年間の中のどこで出会ってもみんなが応援してくれたことによって、また新しい人と出会えて、で、なんていうのかな、こう少しずつこう
大きく中村ンドの規模を大きくできてるのは本当にみんなのおかげ。うん。だから本当に感謝してますみんなには。うん、ありがとう。それこそなんだろうな例えばさ、やっぱ女の子のファンの子とかってさ、まあ違う、男の子がどうとかじゃないし、私は男性女性みんなラブなんだけど、あの女の子ってやっぱどうしてもちょっと女の子がいないと入りづらいかなって思っちゃってたのね、思ってたんだけど、だからさ、最初なんていうのかな、女の子がさ、こうちゃんとずっと離れずにいてくれたから、なんかまたなんていうのかな、こうで、やっぱさ、どうってことじゃないんだけど、なんか女の子のファンなはなんかすごい動画作るのとか超上手じゃん。なんかでも男の子たちは拡散をたくさんしてくれたりとか、なんか情報共有を頑張ってくれたりとか、いや、なんていうのかな、だからって言ってなんか、あ、僕私は見てるだけだなとか、それがダメとかじゃ全然ないんだけど、全然それでいて、違う、それでいてって言ったらだけど、なんていうのかな、なんか最初はさ、なんかこう宣伝してくれる人なんていなかったし、動画作ってくれる人なんかいなかったし、もう黙って見てくれてる人もいなかったじゃあ、なんかありがとうう、難しいんだよ、なんて言ったらいいか分かんないけど、まあ男子女子関係なく一人一人のさ感性ってものがあるじゃないですか。でなんかほんとみんなに助けられて据えられて活動できてるなって本当に思ってますはい、ははははは、なんで今日カッパなの、ありがとう、キュウリイエイ、ありがとう、ずっと応援してくれてますこの方も、ありがとう。あゆかちゃん、いつもありがとう、大好き、こちらこそ。そうだから、もうありがたいなって思ったら、なんか私は何もしてないなとかそういう風に思わないでほしくて、うん、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱい。なえはんだ、へんはんと、へんはんさん、あ、へんはんさんめっちゃくれるじゃん。え誰から？ちょっと待ってね、メモるわ。あ、私とボールペンお揃いにしたい人、これです、これ。あ、この前紹介したボールペンより、あのボールペンなくしまして、なんかバージョンアップしました、なんか3色バージョン、なんはんとこの猫刺さってるやつと、と、あ、大丈夫？何これ、え、めっちゃ来るじゃん、野球ある、ちょっと今みんなかわいい、あ、言った、うん、
増えたかな。うん。テンション。コメント早い。ハッシュタグ1。あと、これって。変えました。ケーケー。で、ミスカンカン。ことだったの？なんか。よし。もちろんだよ、嬉しい、ありがとね、いつも。このさ、私さ1位の方書いてないけどさ、タワーくれてた。前ゼリフ言って前ゼリフって何？私はあなたの彼女になれますか。すごくない？トゥ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 。書くね。まあ。バレたってなんなん？何バレたって？ヒソヒソしてたん？のえさん書いたよ、ここにあの猫の矢刺さってるやつでしょ、さっきから一番最初の方、最初っていうかメモってから一番最初に書いたと。いや思ったよね、思ったよ。え、みんなのこと書いたよね、大丈夫大丈夫、書いたかな。このさ、くちばしどうなってんの。できた。そうなの、インクがね。いつも NGT のことたくさん応援してくれてありがとう。1位のふうさんありがとう。イエイイエイ。1位。インスタのパジャマ、インスタにパジャマなんかあげたっけ。ありがとう。今な、今16分なかなか夜も更けてまいりましたな。久しぶりに来たら 100日、 あ、ありがとう、嬉しい。そうです、100日目です。あ、本当？書くね。ね、そう、この時間にやってんの久々だよね。確かに毎週月曜日は夜の9時からやるようにしてるんだけど、うん、でもやっぱこの時間の方が見れる人って多いのかな。あっち、イベント以外で10時以降、私、確かに確かに以前はこの時間帯、そうだね、あの配信再開する前でしょ。そうだね、今日仕事だった。なんて書くかな。
あ、待って、思い出してきたわ、あの上手にかけてた時代を、ビスの時のこれぐらいなんか見やすいんだ。今日ゲーム配信30分だけしようと思ったら11時半から家帰れ欲しいって何この時間じゃないと家帰れ欲しいって何。9時以降、そうだよね。ああそう、大滝のアバターだよね。はい、2本目ありがとう、これからもよろしくイエイ、ありがとう2本目、ありがとう2本目も、こんな申し訳ない、ありがとう。こちらこそ、こちらこそよろしく。よいしょ。ちなみに今日は珍しく女の子っぽいでしょ、女の子っぽいワンピースを着てます。ガタガタしちゃってるけど。そう、でも今日はなんかオープンレッグでも雑談ってできるらしくて、今日オープンレックで雑談しようと思ってるんだよね、まったり何女装ってそうなの。今年買った、今年買ったんだよ、セールであ、これセールじゃなかったかも、セールと思ったらセールじゃなくて、でも買ったんだよね確か。うん、これセールだと思って買ったらセールじゃなくてちょっと気まずかったってなった、うん、なんかセールと思ってたらセールじゃなかった。そうなの。どっちでもいい、ごめんそう、最近はさ、そのなんか前は結構ファンのみんな、それこそさファンのみんなからいただいたお洋服ばっか着てたんだけど、なんか最近はなんかそのプレゼントを受け取りなんかがちょっと中止みたいになったじゃん、なんかなんていうのか、プレゼントを送ることができない期間とかあったじゃんか。だから、あ、やばい、これやっぱ自分でそろそろ買わなきゃやべえってやって買ったなんかいろいろ言われ始めて、なんかあよ太郎ってなんか物持ちいいけどなんか着すぎじゃね、昔の服みたいなって言われて、そうだからちゃんと買った、うん、ペロペロ先生に「ねえねえ、どっちがいいと思う？」って言って「うん、こっち」って教えてもらって買ったよ、うん、お財布ね、いやー、お財布今日忘れたんだよ、忘れたんだけど、なんとやっぱ今時なんていうのかな、電子マネーがあると便利だよね。なんか別に入れてたわけじゃなくてポイントがすごい溜まってて、それでなんとか生きて帰ってこれた今日はどこに危機感持ってうん、そうなんだけど、あいちゃんだよ、あいちゃんだ、あいちゃんだよやばいと思って買った。なんかみんなになんか長、なんか昔の服着すぎみたいな、服持ってないんかなみたいな思われてたから、やべえやべえやべえ、服買わんとと思って頑張って買った。まあ私服でのお仕事もあったから、そうなの、全然買ってなくて、まあさ、なんていうのかな、コロナでさ、まあ出る機会もなかったし、あんま出かけたくもないしさ、なんか不要不急のそうだからね、いやマジ便利、電子マネーは、え、そこだっけ、着地点ここだっけ、着地点ここで合ってるか分かんないけど、とりあえず電子マネーは便利うん、そう、あと服が、服買わなきゃいけないなって話、そう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 話迷子になっちゃった話迷子になっちゃった
そう、無事でした。笑ったよね、なんか普通に。え財布ないわってなった。ちなみに、私とモスもさ、私話さ行ったり来たりして本当にあれなんだけど、あのほら、おすすめのボールペン、おすすめのボールペン、これ最近買ったの三色ボールペン。私とボールペンをお揃いにしたい人がいたらどうぞ。三色タイプの、ゼブラさんから出ています。なんだこれは、あ、ブレーン、ブレーン。BLEN の三色ペン、これは400円。めっちゃ書きやすい、これおすすめ。そうそう、400円だった。3色入ってるよ。黒、赤と青と黒。そう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 。え、これ高いの？え、分かった。え、ボールペンはさ、久しく買ってないから分かんないんだけど。買ってなくて、その相場が分からなくて。え、でも1本、1色で100円とかじゃない？ってことは3色で300円と、まあ、入れ物で400円みたいなことじゃないの？これ回してないから、ちなみに。これちなみに回してないから、これをペンを外すとこうやってるだけだから。いくよ、ほら、ちなみに持ってないよ。ほら。でしょ？これ、これさ、小学校の時みんなやってなかった？でもペン回しできないんだよな。そう、なんかこれできてる。なんかクラスの子がすごいと思ってなんか真似した。みんなやってるのこれね。え、そう。はい、そんな感じでですね、100日配信、いやー、たくさん応援していただいて、日々毎日見に来てくれてる方もいればね、そのなんていうのかな、私いろんな時間もやろうと思ったわ今日は。なんていうのかな、今後なんか夜の時間も増やしていけるようにちょっと頑張るね。ね、本当にみんなの応援のおかげで、毎日続けてられるので楽しくできてるので、これからも頑張りたいなと思ってるので、また見に来てくれると嬉しいなって思うし、なんか今の、私はそうだな、いろんなことに対してなんていうのかな、現状に満足せずにもっともっと、みんなにも私のことを好きになってもらえるようにとか、まあ全部いろんなことの現状にこう満足せずに、いい意味で貪欲になっていきたいなと思ってます。はいはい、また明日も配信する予定なので101日目もよろしくお願いします。はい、今日の1位は、今日はの1位はふわらさんと、2位がふわらさんと、3位はねんりんさんですが、今日の1位はみんなです。
今日の1位2位3位は、ルームさんと2位が何人さんと3位が何人さんですが、今日の1位はもうみんなでーす。はい。バーみんなオンリーワンでーす。はい、イエーイ、イエーイでしょ、やったーでしょ。はい、うん、はい、これからも、どうぞ、へんてこな推しメンですがよろしくお願いします。あゆたろうこと中村あゆかでした。オープンレッグに移動します。どう